ベトナムコブイモリは、両生綱、優美木イモリかコブイモリ族に分類される優王類。ベトナム北部全長オス16から17センチメートル、メス18から20センチメートル。コブイモリ族最大種。体型は頑丈。オは、側変し、東道長よりも、わずかに長い。体色は、赤褐色や褐色で、獅子やオの基部に赤い反転が入る個体もいる。 背面中央と背側面の隆起は赤や大色の個体が多い。頭部や胴体の覆面の色彩は明赤色や脳大色で黒い網目状の斑紋が入る。尾の後半部の側面に青白色の帯模様が入り、オスにより顕著。頭腸と頭膚が同程度か、頭腸がわずかに長い。事前は発達する。下は校内の下側と融合しない。 全肢を前方に伸ばすと、指の先端が目の中央部に達する。胴体に沿って、全肢を後方へ後足を前方に伸ばすと、3から4ミリメートル重複する。指跡は長く、後子の跡は5本。標高200から1300メートルにある渓流に生息する。生体は渓流内で周年見られるが、幼体は陸生だと考えられている。夜行性で、昼間は、 水中の石の下などで休む。水性昆虫を含めた水性の無脊椎動物を食べると考えられている。繁殖様式は卵生。以下の繁殖に関する知見は飼育下での観察例に基づく。1から4月に30から256個の卵を孔子で水性植物の葉に挟み込むようにして産んだ例がある。卵は17摂氏27度の水温で、 28から37日で孵化した例がある。妖体は生後17ヶ月ほどになると水中で生活するという報告例がある。伝統的に薬用になると信じられている。森林伐採や農地開発、家畜の放牧などによる生息地の破壊、水質汚染、薬用やペット用の採集などにより生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。流通は不定的で、2005年の時点で近年は2001から2002年に輸入例が1例あったのみとされる。アクアリウムで飼育される。協調性に欠けた個体に噛みついて致命傷を負わせることもあるため、基本的には単独で飼育する。ありがとうございます。